1>, 1月29日に生まれた二人が語る。平野翔とキャリーパミュパミュの運命的な出会い。世界的フェスティバルの裏側。平野翔とキャリーパミュパミュが明かすコーチェラの真実。賃貸プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターハッシュタグゼロタッチユアハートの第167回目の放送はナンバーアンダーライン愛の平野翔さんを迎えてお届けする特別な回となりました。 キャリーパミュパミュさんとの初めての対談ということで、どんな話が飛び出すのか、リスナーの期待は高まります。まず、二人には意外な共通点がありました。それは、どちらも1月29日生まれということです。この偶然の一致がきっかけとなり、二人はすぐに打ち解け、親密な雰囲気で話が進んでいきました。今回の対談のテーマは、新たな一歩。 2023年10月に結成されたナンバーアンダーライン I について、平野さんは、みんなが楽しめて納得できるものを出そうと考えてゴートが出来上がったので、発表するときはワクワクでしかなかったかもしれないです、と語り、3人で1人ずつが責任を持って、みんなで意見を出し合った、とその結成過程を振り返りました。このコメントからも、ナンバーアンダーライン I がどれだけメンバー全員の意見を大切にし、 共に成長していくグループであるかが伝わってきます。次に話題は、世界的な音楽フェスティバル、コーチェラに移りました。平野さんはコーチェラのステージに立った際の感想を純粋に楽しくて、アウェイの空気でライブをやるのが初めてで楽しみながらもメラメラしてました、と述べ、初めての経験が彼にとって大きな刺激となったことを明かしました。一方、キャリーちゃんも2022年のコーチェラでの体験を振り返り、 緊張で腹痛するほどだった、とその緊張感を共有しました。新しい環境やチャレンジに対する思いを語り合う中で、平野さんはすごく好き最近、植物を育てることやパソコンをやり始めたり、学ぶことの嬉しさを感じています、と新たな趣味や挑戦についても話しました。最新アルバム、の、no. o リングから、平野さんがプロデュースした楽曲もオンエアされ、その制作秘話も披露されました。 特に興味深いのは、コーチェラのステージ裏話や、3年ぶりに PC を立ち上げてバッテリー交換を自ら行い、曲作りを学び始めたエピソードです。これらの話から、平野さんが新しいことに挑戦し続ける姿勢や、自分の手で問題を解決する力強さが伝わってきます。二人の対談は終始リラックスした雰囲気で進み、平野さんがリラックスして楽しそうに話している様子がリスナーにも伝わり、 多くのファンがその様子を喜びました。ラジオを通じて聞く彼の声に多くのリスナーが親近感を抱き、次週の放送も楽しみにしています。さらに、平野さんは最近、音楽ソフトを購入したり、植物を観察したりと、新しい趣味に没頭していることを明かしました。特に、植物の成長を観察することが彼にとって新しい学びの楽しさをもたらしているとのことです。 これまで挑戦することをためらっていた時期もあったと語る平野さんですが、今では学びの楽しさを再発見し、充実した日々を送っているようです。その一方で、平野さんの DIY 精神も健在で、壊れた PC を自分で修理し、音楽制作に活用するなど、自己解決能力の高さも伺えます。このような話からも、彼がどれだけ前向きに新しいことに取り組んでいるかがわかります。 リスナーからの反応も上々で、多くのファンが彼の新しい挑戦を応援し、共に成長していく姿に感動を覚えています。特に、同じ誕生日であるキャリーパミパミさんとの共演が、ファンにとっても特別なものとなりました。二人のリラックスした雰囲気や、楽しそうに話す様子が伝わり、ファンは次回の放送も楽しみにしています。新しい場所や新しい環境への挑戦は好きですか という質問に対し、平野さんは、すごく好きと答え、最近では植物を育てることやパソコンを使い始めたことで学びの楽しさを感じていると述べました。これにより、学ぶことや新しい挑戦に対する彼の情熱が垣間見えます。最新アルバム、No, Oh, Ling から平野さんがプロデュースした楽曲もオンエアされ、楽曲や MV の制作秘話も語られました。 コーチェラでのステージでは、イヤモニをビッタビタにはめて楽しんだり、3年ぶりにパソコンを立ち上げてバッテリー交換を自ら行い、曲作りを学び始めたりと多忙な日々を過ごしています。彼がやりたいことを実現できる充実した今を過ごしていることが、リスナーにも伝わります。来週の放送も楽しみであり、平野さんの誕生日が同じ日であるハイドさんとキャリーパミュパミュさんに心の中でおめでとうを。 言っている姿が可愛らしいと感じるリスナーも多いでしょう。彼がリラックスして楽しそうに話している様子は、ラジオを通じてリスナーに幸せな気持ちを届けています。この特別な放送は、ファンにとっても貴重な時間となり、平野さんの音楽への情熱や新しい挑戦への意欲が感じられる内容でした。彼の学ぶ姿勢や挑戦する精神は、多くの人々にインスピレーションを与え、 彼の音楽や活動への期待をさらに高めています。次回の放送も楽しみにしながら、リスナーは平野さんとキャリーパミュパミュさんの新たな一歩を応援し続けることでしょう。彼らの音楽や挑戦が、これからも多くの人々に感動を与え続けることを期待しています。この対談を通じて、平野さんとキャリーパミュパミュさんがどれだけ多くの共通点を持ち、共に新しい挑戦を楽しんでいるかが明らかになりました。 そして、その姿勢がリスナーにとって大きな励ましとなり、新しいことに挑戦する勇気を与えてくれます。特に、平野さんが自らの手で PC を修理し、音楽制作を再開する姿勢は、多くの人にとってインスピレーションとなり、自分自身の可能性を広げる手助けとなるでしょう。次週もまた、平野さんとキャリーパミパミさんの対談が続きます。どんな新しい話が飛び出すのか、 リスナーの期待は高まるばかりです。そして、この対談を通じて、彼らがどれだけ新しいことに挑戦し、共に成長していく姿を見守ることができるのか、それがリスナーにとっても大きな楽しみとなるでしょう。最終的に、この対談はリスナーに対して、新しいことに挑戦することの大切さや、学び続けることの楽しさを教えてくれます。平野さんとキャリーパミュパミュさんの前向きな姿勢や、 共に成長していく姿が、多くの人々にとって大きな励ましとなり、新しいことに挑戦する勇気を与えてくれることでしょう。そして、リスナーにとっても、新しい挑戦を恐れず、自分の手で問題を解決し、成長していくことの大切さを再確認する機会となります。この対談を通じて、彼らの前向きな姿勢や挑戦する姿に触れ、多くの人々が自分自身の可能性を広げ、 新しいことに挑戦する勇気を持つことができるようになることを願っています。来週の放送もまた彼らの新しい挑戦や成長を見守りながら、リスナーとともに楽しんでいくことでしょう。彼らの前向きな姿勢や挑戦する姿に触れ、多くの人々が自分自身の可能性を広げ、新しいことに挑戦する勇気を持つことができるようになることを願っています。 これからも平野翔さんとキャリーパミュパミュさんの活躍を応援し、新しい挑戦を楽しみながら、共に成長していく姿を見守っていきましょう。